映画界のヒモ男、どうもトーマです。はい、最近ねヒモキャラちょっと発揮してないなと思って、まあ改めてね、ヒモでアクア界をね、盛り上げていこうと、まあ、そういう人なんでね、まあゲスとかね草野郎とか言われるんですけど、まあね、まあ、冒頭からすいませんね、挨拶ってやっぱ考えた方がいいですかね。なんか個性って言いますか、まあちょっとでも認知してもらえるようにそういうのも覚えた方がいいかなと最近思っているんですが、どうでしょう。ヒモキャラ、ヒモキャラで結構ね叩かれるんですよね。いや周りから、お前金使いすぎだろみたいな、金使いさせすぎだろとかね。まあそうでもないですよ最近実際。スポンサーにあれ買ってとかこれ買ってとか俺ねだってないですもん最近。まあだからねちょっとプッシュが足りないで、まあ、今年は鬼プッシュでスポンサーにたかっていこうと思います。まあこれぐらいにしといてね、今日はね久しぶりに、まあ、アクアリウム関連、お魚とか熱帯魚水草、まあそういう話をしていこうと思うんですが、今回は婚姻についてねちょっと喋っていこうかなと。まあ僕の経験談も含まれるんで、まあ、相性がいい婚姻とかで、肉食魚に関してちょっと喋っていこうかなと思います。まずね、まあ、婚姻の話にする、婚姻の話をする前に、まあ、僕小さい頃からね熱帯魚が好きで、最初買い始めたのがグッピーからだったんですね。で普通に売ってるグッピーとかじゃなくて、その辺の川に行けば、グッピーがねいっぱいいるんで、まあ、それを買ってで観察して餌をあげてとかそういうのが好きで、まあ、小学校1年生ぐらいからな、買い始めて、でいろなお魚にね手を出していくんですが、うちの周りではね、結構まあ小学校から中学校にかけて熱帯魚ブームが来てまして、でなんだろう、最初ね、まあ僕グッピーから始まっているんですけど、やっぱりいろいろ買いたいじゃない、みんな先輩とかね同級生のお家行くとオスカーとかねいろんな買ってる方がいまして、で、まあ、当時婚姻、まあ、これね婚姻の話になるんですけど、すぐにグッピーのブリーダーしてる方で一番大きい水槽あるじゃないですか、金魚すぐ飼育できますセットみたいな、あれの大きいやつ45センチぐらいの水槽にオスカーが入ってて結構それやってる人いたんですよ僕の周りに。で成長してくるとオスカーって大体30センチぐらいになるじゃない、でもうパンパンなのよ。で過密とかそういうレベルじゃなくて、もうオスカーが動かないもうそのまま。で当時ねクリルとかが人気で、よくクリルを与えているところを見たりとか、あとは金魚とかね餌金とかはああいうのを与えてみたりとか、お迫力すげえなやっぱみたいな。でそういうのがあって、まあちょっとねその家庭が熱帯魚に対して認識がある方は、まあ、60センチにオスカーとかで、まあ、120センチにアロワナとかね飼ってる先輩とかがいたんですけど、あれはね
迫力がすごいね。やっぱり当時見るアロワラの迫力とか肉食魚の捕食シーンとかね。でそっからあの肉食魚に手を染めるんですけども、やっぱりねあの当時いろいろ飼育するには水槽とかねいろいろ必要じゃないですか。やっぱ高価なものだったんですよ。でどうにかうちは中古を手に入れて、でお父さんお母さんのね許可得て、さあ60センチ導入したと。で今でもね付き合いのある先輩なんですけども、まあ、この人とは22、3年ぐらいの付き合いかな。もうこの人がちょっと熱帯魚をやめるからさみたいな、オスカーもらうみたいな。で初めてそこでオスカーと出会うわけですよ。で、まあ、その先輩の水槽を見るとねめちゃくちゃもう衝撃受けまして、さっき45センチ水槽で30センチのオスカー飼ってるのが結構ポピュラーというか言ったじゃないですか。この先輩ねすごいのが60センチにオスカーが3匹と、あとナマズ2匹と、でグラミーを2、3匹飼ったんですよ。やばくないですか、この環境というか。過密どころかもういけすっていうか、まあ、縄張りスペースがないんで喧嘩することもなく、その60センチにいろんな魚が入ってるわけですよ。でここで婚姻の話するんですけど、まずオスカーとかね、オスカーがでかすぎて30センチから35センチぐらいだったんですよ。でこの中に超巨大になったシルバーグラミーがいてて20センチぐらいあったかな、ね、もうめちゃくちゃでかいね。で最初は何数匹いたらしいんですけど食べられちゃって、でも最終的にはねオスカーの餌を食い始めたか何かで大きくなって、でオスカーも食べきれなくなって共存してるみたいな。いやあれはね最初見た時ほんとびっくりした。えグラミーとオスカーって婚姻できんのみたいな。まあそれが衝撃で、まあいろいろね試すわけですよ。まあ、普通にグラミー入れちゃうと、まあ、もちろん食べられます。僕もそれ失敗しましたし、で、まあ、誕生日プレゼントでその後ね90センチの大きい水槽を買ってもらって、でそっからねいろいろ嗅ぐわけですよ。アロワナ買ってみたりとか、でちょっと寂しいからコロソマとかね入れてみたりとか、オスカー入れてみたりとか、で最終的にはアルビノクラナっていう40センチぐらいになる中型のナマズ買って、であとそこにブラックピラニアを入れて、もうピラニアを入れる時点で間違い。あいつらは単独飼育がいいっす、マジで。で経験から言うと、アルビーノクララっていうナマズさんが3分の1食べられまして、でもあいつらすごいのが生命力、3分の1なくなってんのに回復して2週間くらいで胴体が復活したんですよ。はい、いやねあれね今売ってるから、アルビノクララっていうお魚とりあえず検索してください。マジで耐久力半端ないっす。でピラニアは絶対混泳させちゃダメ、これは本当に。あいつらね、まあ、同じ肉食魚でも食いますから、うん、やばい。まあこんな感じですかね、混泳について肉食魚。まあとりあえずね、シグリッドとかああいうのはなんだろう、すごく縄張り意識強くて、特にね上層中層で泳いでる魚なんで、まあ、下のお魚とかには手を出さないんですよ、上とかね、まあ、自分より大きいやつで。どっちかというとオスカーとかああいうのは
アロワナとかのね、まあ、サブ的な役割とか、あとはそのバランス保つキーマーになるんで、まあオスカーだけの混影ってなるとね、まあ大体3匹から5匹入れた方がいいです。多少の喧嘩するんですけど、まあ殺すまではいかないんでね。であとはね、混影について肉食器をぶっちゃけ混影させてみないと分かんない、うん、これが現状です。だからこれとこれが相性いいとかって特にないです。だからまあとりあえず入れてみて、ダメならもう一つね水槽用意しといて、そこでまた次回のチャンスを伺うって形にしといた方がいいと思います。今日はね公園についてちょっと喋ってみました。まあチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。トーマでした。